イスパーン賞はフランスのパリにあるパリロンシャン競馬場で開催される市は1850メートルの競馬の競争である。グループ制では G1 に類される。出走条件は4歳以上馬。ペルシャ皇帝、ナーセロッティ・インドガのロンシャイ競馬場、イスパーン賞という競争が最初に行われたのは1873年7月13日である。本来その時期は ロンシャン競馬場の開催時期ではないのだが、パリを訪問したイラン皇帝、ナーセロッティーンシャーを艦隊するために特別に開催が行われた。この開催のメインレースとして3000メートルの平地競争が行われた。そのレースの名称は、当時のガージャールアサの首都エスファハーンにちなんで、エスファハーン賞を意味するフランス語、プリーデ・エイスファハンとして行われた。これが、 今のイスパーン賞の起源とされている。この時は、同年のディアヌ賞に優勝馬したカンペシュという3歳品馬が勝っている。なお、この日は午前中に、平地競争を済ませた後、昼休みを利用して起き障害が設置され、午後は障害レースが行われた。午後の障害レースのメインレースが、ファリス単賞といった、翌年からは2400メートルに距離を短縮して行われるようになり、 1891年から2200メートル、1903年から2100メートルと、徐々に距離は短くなっていった。その間、第一次世界大戦があり、フランスはドイツ軍に攻め込まれて、競馬開催ができなくなり、1915年から1918年の4年は、イスパーンショーも行われなかった。 戦後に競馬が再開して間もない1921年からは1850メートルに短縮になり、以後は大体開催を除いてこの距離で行われている。1939年夏に始まった第二次世界大戦では、当初はフランス国内の競馬も平穏に行われていたが、1940年春にドイツ軍がフランスへ進行、6月にはパリも落上して競馬どころではなくなった。 翌1941年からは、占領軍であるドイツ軍の許可の下で、ロンシャン競馬が再開されたが、1943年には、連合軍側の空襲が激しくなり、特に対空砲が設置された、ロンシャン競馬場は空爆の標的となった。そのため1943年から1944年は、近隣のトランブレー競馬場で、大体開催になり、2000メートルで行われている。 このほか1991年2016年から2017年2020年にもシャンティ競馬場で大体開催になった。1960年代までは夏に行っていて3歳馬を含めて春競馬で活躍した馬が集うレースだった。1988年に条件が大きく変わり、開催時期は春に変わり、それまでの3歳以上から4歳以上となって、 コバのレースに様変わりした。過去のイスパーン賞優勝場の中でも特筆されるのが1889年優勝のルサンシー、1923年のエピナール、1988年のミエスク、2003年のファルブラブだとされている。これらはイスパーン賞優勝を契機に世界的な名前と飛躍していった。他にも、 1974年のアルフランスや1985年のサガスは春にイスパーン賞を勝ち、その秋に外戦門賞を制している。フランス国外からの挑戦は珍しいが、2014年までに10頭が優勝している。2016年には日本の英心光が優勝した。この時英心光は2着に10馬審査をつけており、これは21世紀の G1 競争の中で、 歴代9位のものである。その他日本馬としては、1999年にエルコンドルパサーが2着に入っている。詳細は、日本超強馬の日本国外への遠征イスパーン賞を参照。ありがとうございます。